はい、え熟、ー、成さんからですね、報告というか感想を送ら、送,ら送っていただいたので、シェアします。お疲れ様です。今回いつもみたいに結果報告ではなく、今月のフォローアップ勉強会がいつも以上に勉強になったので、感想を送らせていただきます。今月はコピーライティングの内容で、僕も2年半ぐらいずっとライティングを中心にコンテンツビジネスをしているので、 改めて、ライティングとは何かを学べました。初心に帰った気持ちになったので、もっとライティングが好きになった気がします。僕が唯一ラッキーだったのは、22歳ぐらいの時からコピーライティングが全てだと気づいたことです。それ以来、ライティングを極,を極め続けたいと思うようになりました。あと、自分の塾でも1月勉強会というのがあって、ちょっとライティングの内容にしようと思っていたので、今回の講義は自分のフィルターを通して塾生さんに届けようと思います。これからもドリアカを使い倒していこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、 はい。いや、今回はね、実はね、他にもちょっといただいてるんですよ。うん。そう。はい。ライティングね。はい。ライティングね、めちゃ重要っすからね。まあ、ネットで稼ぐんだったら、特に顔出したくないんだったら、まあ、絶対ライティングしかないし、まあ、トークに関しても、まあまあまあ、その、トークの、トークの原案とか台本っていうか、 まあそれも、まあ僕は即興でやってるんであれですけど、まあ即興でできるベースがあるとするならばやっぱライティングやってた、台本をずっと作り続けてきたんで頭の中で即興で台本が作れるみたいな話ですよね。なんでその、ライティングはね、まあ全部に行きますので、うんお金稼ぎたいんだったら、ネットでお金稼ぎたいんだったら、ライティングはね、極める。勉強するんじゃなくて極めて使い倒していかないといけないですよね。 だから僕もそのライティングが全てだなって、まあ、コピーとかトーク、コピーかトークがだなと思ったんで、まあ今トークをね、極めるために頑張ってますけど、ライティングはね、ほんとやってほしいですね。うん、大事です。 まあ、ということでね、この勉強会の映像を見てない場合は、まあ、何度も何度も見ていただいて、あとはね、しっかり使い倒してほしいなと思います。で、今年はですね、あの、コピーに関する、コピーに関する、講義をね、たくさんやっていこうと思ってます。中心にね。はい。まあ、ちょっと中級上級者の講義になっていくと思います、ね、けども、使える方はね、使っていただきたいなと思います。では、終わります。ありがとうございました。